市川海老造、薄井新太郎正志港に噴してのしばらく、東京国立博物館、開き浮世絵美術館浮世井東京、大英博物館、ボストン美術館、シカゴ美術館、ホノルル美術館が所蔵初代、歌川国政は、江戸時代後期の浮世絵師である。名は、佐藤仁介、豪、かずとしさいと号した。奥合図出身。はじめは、荒野の染物職人であったが、 芝居を好み、役者似顔絵が匠であったので初代、歌川報告の門下となる。報告の最初の門人であったと言われる。完成7年11月の舞台から題材を取った作品でデビューしたとされるが、公表し、昔料理、タヌキ水ものにおいて、国政の似顔絵に定評があったと取れる記述がある。ことから、画業の開始は、若干遡る可能性がある。吉 堀江町、市ヶ谷佐内坂上などに住む。国政は役者絵において対象を描線によって濃淡に描き分け平面的な色の組み合わせに立体感を盛るという近代性を見せた。活動期間は約10年。ただし大部分の作品は完成8年から完成11年までの足掛け4年間にかけて出版されている。死を超える才能を持つとも評されながら、 文化3年頃には引退、歌舞伎役者の面売りを営み、創生。残された版画作品は120点ほど。完成11年に描かれた死の報告との合作の芝絵本、俳優学や通は知られている。国勢の作画範囲は死の報告と比べると狭く、大半が役者の錦絵で美人が優しい絵は非常に少ない。作品の質にムラがあり、 日本版画史上最高レベルの傑作がある反面、凡庸あるいは稚拙な作品も混じる。大首絵に残された役者の面相を美化することのみに、終始しない、研ぎ澄まされた感性は、他の追従を許さない、鋭さが見られる。肉筆画は美人画を中心に、上品な描写に、独自の才能を見ることができる。ありがとうございます。